はい、皆さんこんにちは。今日私新潟県五泉市咲花温泉に来ております。今日ここ来たのは、視聴者さんからのリクエストで咲花温泉街を歩いてくださいというリクエストが来ましたので、今日はここへ来てみました。では早速歩いてみましょう。過去一回ここ歩いた記録ありますけどもね、ちょっとね寂れてる場所ですんで、あ、今日ちょっとあいにく天気が悪いです。ちょっとそれで寒いです。やっぱりね何回来ても寂れてますね。寂れてると言うと怒られちゃいますけども、まあなんて表現していいか私には分かりませんけども、こういうところです。結構温泉はありますけども、まあ、人歩いてません。天気悪いしまだちょっと朝早いせいかもしれませんけども人いません。あとねこう温泉街にこうあるようなこうスナックだの飲み屋だのっていうのもありませんということで、ちょっと奥まで歩いていきます。結構食べてる割には車が通ります。やっぱ冬で、まあ、本当は雪あるはずなんだけど雪ないから結構ね木が枯れてます。なんで視聴者さんリクエスト先あの温泉街歩いてくださいってことですんでね、街並み映してくれたって街並みないですよね。あ、こっち綺麗だっけ、山が綺麗です。あーでもここ温泉硫黄の匂いがします。もうちょっとじゃあ歩いてみましょう、どんな感じか。いやそれにしても何もないところです。まあ静かでのどかな温泉街といえば温泉街ですけども、いやマジ何もない。あでも匂いがね硫黄の匂いがねプンプンとしてくるのは分かります。あとやっぱ寒い、まだ2月半ばぐらいですけども寒いです。あと雪がないだけでやっぱこう地べたのこう草木が枯れてますし、そうですねこんな感じなんですかね。あと多分ここが唯一の、咲花温泉の商店街というか商店ですけども、まだ店閉まってます。やめたのかな、体廃業しちゃったのかな。ここ前お店だったんだけどなくなってます。隣に確かまんじゅう屋だと思うんだけど、まんじゅう屋も閉まってるよ。何もない、大丈夫か咲花温泉こんなところで。なんだこれ寮かな、温泉じゃないよ寮だな。でも住んでないよな、こんなところですかね。あ、ここに一水槽がありますね。まあ、こっち見ると山が綺麗だったってことですね。ちょっとすいません。まあ、この川も温泉の匂いがするな。流れてるのかな、それとも匂いだけなのかな、ちょっとわかりませんけども。でここはね、有名じゃないや、でかい一物のあれがあります。
サムネイル撮ります。よし行こう。いや、それにしてものどかで誰もいない温泉街です。でも車は通ります。どういうわけか車だけは通るってとこですね。いやあ、ここがサドリ館だ。来たことないけども、来たことないけどここがサドリ館です。寒い、人いない、店も何もない。なんでこんな先の温泉街歩いてくれって言われたんだかわかりませんけども、歩くしかないです。リクエストですんで、行きましょう。で、ここどこまで続いてるのかな？で、ここ歩くとどこまで行くんだか、よくわかりませんけども、歩いていきましょう。大して、ここの出社自身も縁にならないと思うんだけども、まあしょうがない。いや、本当に何もない。大丈夫か、これ。ただ、俺の顔とさっきのでかい地元って終わりだって感じですけども。大丈夫かこの今日のこのさっきの温泉街の歩き取りは。まあいいだ。あ、もう少しでゴールかな。いやー、それにしても涼しいわっていうか寒い。あ、帽子かぶってくればよかったって感じ。あ、ここもなんかあるけども人いないって感じ。大丈夫なのか、こんなんで。いや、あ、でもここ、上、なんか電車通るトンネルがあるから。これ見てもしょうがないですね。こんなんでいいのかな？こんなんで大丈夫かな、マジで。何もないよ。普通、温泉街って言えばね、こう、スナックとかカラオケスナックとかこう、まあ、希望言えばフィリピンパブとかね、ありますけど何もない。で、まあコンビニもお店も何もないんで、大丈夫か？お茶が来て、ちょこっと水買い出し行こうと思ってもなくて、まあパブリックウォーター飲めるから大丈夫かもしれないけども、ここで、ここ、人の敷地かな？まあいいでしょ。行ってみよう。ここで多分ゴールかな？はい、今日は新潟県五泉市にある崎穴温泉街、視聴者さんのリクエストで歩いてみました。街かな？ただ通りをこう歩いてただけですね。ということで、これで終わりかな？これは持たないね。あ、帰り、武装で帰ろうか。なんか、まずいね、このままだとね。はい、今日は新潟県五泉市にある崎穴温泉でした。視聴者さんからのリクエストで待ち歩きしましたけども、何もないところでした。なんか出するような映像になっちゃいましたけども、いいのかなこれで。まあ一応これで今日は終わりです。ということで、じゃあまた、バイバイ。まあ大丈夫かこんなんて。